お疲れ様です。損保中です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はねこの僕のトヨタのベルファイア、もう新型とは言いにくいですね。もう結構だ。現行のベルファイアのね、はい、ちょっとね紹介をしたいと思いますね、はい、やっていきましょう。こうやってあれですよね、よくあのドキュンな感じの人が乗るやつですよね。これ絶対そう、ドキュンが乗る車ですね。ド DQN DQN ね、ドキュンの人が乗るベルファイアです。なんか文句ある？喧嘩打てる？喧嘩打てないです。でもね、まあ、うん、まあ、ドキュン代表させてもらうわ。だってもう言うてもほら初期に納車してるやん。9月10月頃。もうだいぶ経ちますもんね。もう言うても10月になったら1年やで。ですね。ね、もうね、だからもう結構納車が早かったから、うん、もうねあのドキュン代表としてもういじり倒していきますか。もうねいじり倒していきましょうか。うん、まずね。もうドキュンがやりがちなことを教えたのか、はい、ドキュンがやりがちなこと、これ無駄にメッキつけたがるやつ。これねこれはもう完全ドキュンの代表やから、ね、はい、ここだけやとまだ許せれるやんか、はい、なこれね、はい、こっちこっち、カモンカモンヌカモンヌ、これお、これは絶対につけたらあかんやつ。これね、なんで書いたらな、もうこれベルファイア、この元の色がちょっとブラックメッキやね。これですよね。これやのに後ろのモデルスタが普通のメッキやね。ですね。だからな、もうドキュン代表として、うん、ね、これはつけない方がいいです。ただこれをブラック塗装にできるらしい、ね。このプロで上からやるとこれを。こういう色に近づけることは可能らしい。セノプロで塗ってもらえんねんけど、はい、これを外さなあかんねん。あだからさすがにちょっとドキュンそれできへんから。なるほど。まあ、とりあえず逆転の発想で、はい、これピカールで磨いたらメッキになると思うへん。黒いの取れてやるんですか。いや、ドキュン代表として言わせてもらうけど、いや、これ提案やで。提案やっちゃいますか。いや、俺な、多分これ、はい、ブラック塗装してる。ああ、やっぱりあれか。でも元はメッキちゃう？要はあるやん、もうメッキからブラック塗装して、はい、こんなんなるから、もしかしたらピカールで、まあでもね、今回ね、ドキュン代表としてはね、これはやめておきます、はい、やめておきます、これはやめておきます、やめておきます、はい、ちょっと、はい、ということでね、はい、まあ、ドキュンが乗る車にね乗ってる代表としてね、はい、皆さんにねちょっとねお知らせしたいことがあります。何なんですか？これドキュン車を購入して胃の一番に買ったものがあるんですよ、はい、ほう、ちょっと後悔してるんですけどね、ほう、それをねお見せしたいと思います。見せてください。もうね、正直言ってこれは買わない方がいいアイテムの一つでもあります。買わん方がいい、買わん方がいいです。これです。はい、これね、ね、僕ね、もうこれはたまらず欲しくて買ってしまいました。これです。車のボディカバーです。はい、これ来たらこんなでかいねん。あ、ほんでな、これな、ちょっと見て、裏起毛やねん、はい、分かる、だから裏起毛やから、はい、ボディが傷つかへん、はい、と思うねん、はい、と思うねんけど、ちょっとパパってササってしてみたらこっち毛がつくねん。つきますね、裏起毛やから。すごいつきますね。結構つくねん。ほんで、あ、ほら、これ白いのつくやんか、はい、だからこれちょっと使うん嫌やなと思って、はい、使ってないんですよ。だから一回も使ってないんですよ。はい、使ってみましょうか。でもね、これね、でもボディカバー一回つけたらどんな感じなのかね。まあそれも試してみて。あと一人でつけれるかとかね。あ、大体こういうのは一人でできるかどうかが大事やんか。はい、そうですね。ということで、ボディカバーつけてみたいと思います。はい。無駄に行きます。しかもな、もう一回出してんけど、はい、一生懸命畳んでやったんやけど、こう入れも破れてもてこれ。ブリー。いきなりですか？いきなり。こんなでかいねん。もうこれドラえもんみたいですね、なんかね。いや、ほんま、あんな、もうな、ドキュンが買いがちなアイテムの一つやろ、これ、はい、ですね。もうドキュン買いがちなアイテム、これでも、もうこれからのね、はい、ドキュンの人に教えとったるわ。あんまり買わん方がいい、これは。だってな、これな、取ったら取ったで置くとこめんどくさいやん、はい、雨降ってる時とかもめんどくさいやん、はい、ほんで濡れとったらボディにかけられへんやん。で、あ、そうですよね、うち砂利やから、はい、この裏肝が砂利にジャッとついて、ああ、もし砂とかついたままボディにかけたらガリガリになる。だからもうこれは俺はつけんとこうと思うんだけど、はい、もう今回最初で最後の、はい、このボディのね、あのカバーやってみたいと思います。一人でできんのかな、これ。いいか、やってみましょうか。やってみようか。あ、ちょっと戻してみようかな。で、ミラーも、あ、ミラーも叩くんだ。はい、オッケー。じゃあ、
ミラーも畳んだ方がいいと思います。こんな感じ。はい、OK。 これはベルファイア用なんですか？これはね、この40のベルファイア用を買いました。はい、まあ、じゃあもう専用設計、アルファとも一緒、はい、やと思います。大体一緒ですもんね、形がね。出してみたら見て、ちょっと綺麗に畳んだって言うけど、ごめん、綺麗に畳んでなかったわ。押し込んでますね。これでっかい。押し込んでますね。これやで。はい。しかもこれどっちが前よ、これ。これは押し込んでますね。これどっちが前で、どっちが後ろ。いや、もう下ついてる、下ついてる。下ついてる。これどっちが前やろな。あ、これミラーがあるから。ミラーありますね。これが前や。はい。ということで、こうやな。全然飛んでないですよ。えい。えいって。あ、ちょっと待って。これ前を引っ掛けて後ろに引っ張っていくとか、あ、そう、その方が良さそうな。金具ついてるからボディに当たんねん、カタカタ。あ、それ嫌ですね。これ嫌やろ。あ、カチって言った、カチって、カチって言った。カタカタ言ってるやん。はい。でもこういうので一人でつけれないと意味がないですよね。そうそう、だから一人でつけるのは意味ないやん。はい。だからちょっとね、あ、これミラーに入れたらいいんだ、これ。こっち、あ、天才、はい、天才。ミラーにこれかぶせて、はい、ここ、ほなここ引っかかるやん。はい。ミラー引っかかるやん。ほんだら、あとこっち引っ張ったらええねん。これってもともとはちゃんと畳まれてたんですか？あ、はい。もともとは畳まれてました。なるほど。難しいな、これ。これミラーちゃん。これミラーですね。ミラーミラーですね。これミラー、こっちミラーついてるやん。はい。だから、これがもっとそっちなんじゃないですか。あ、もっとそっち。もっとそっち。あ、もっと引っ張る。もっと引っ張る。あ、そうやね。で、この黄色が、この黄色が角ぐらいですよ。あ、中さん、この。うるさい。この黄色。うるさい。これで、こんなもん。はい。そうです、そうです。そうですね。ミラー畳んだらなんか届かんねんけど。でも出すとこ嫌じゃないですか、止めとくとき。そうですね。その黄色が角です。黄色が。これ向こうのミラーが。はい。ちょっとこれ入れたらあかんのかな。さっき入れるとあれですね。この角を合わせた方がいいかもしれないですよ。この。ここの黄色。これ。はい。それですね。これを。覆ってる？これで。覆ってると思います。お、あとこれを。で、後ろに。後ろに引っ張っていくと、OK。はい。なんかそれっぽくなりましたね。なってきましたね。それっぽく。これ上のアンテナに引っかかる。あー。上の、OK。おー。ぽくなってきましたね。ぽくなってきたってなんやねん。いや、なんかそれっぽくなってきたな。なってきました。これやったらカラスから守られるんちゃう？守れるかもしれないですね。ほんまに専用設計か？下まで被らないですよね。ミラーの高さ合ってないで、これ。これポチり間違えたとかちゃうんですか？いや。ボクシー良かったとか。限りなく合ってるよ、限りなく。ボクシー良かったとかちゃうんですか？おい。ありがちやけど。実は横のポチってしてたとか。一応ね、はい、これでいっぱいパツパツ。でも全然被ってないですよね。いや、これには被ってるように見えるよ。下まで行かんと、はい、風吹いた時とかにまくれ上がるでしょ。でもあ、ここにキュッてなかけだな。そう。ああ、これ不良品じゃん、これ。僕、実はこれボクシー用じゃないのってボクシー用じゃん、思ってるんですけど。これだってもう着閉まれへん。閉まらないですね。ムチムチやで。これちょっともう20年前のジーパン履くかのような感じやね。ですね。スキニーになってますね。スキニー。もうここまでなんとかうーんって閉めたみたいな。これちょっと閉まらんかな、これ。
しかもミラーがこれ高さ全然ちゃうでよ。ちゃいますね。おい、これボクシー用ちゃうんこれ。なんかその説が。そ説が。ちょっとまあ全体像、はい、撮ってみて。全体像、うん、はい。一応ね。いやこれやっぱりね、あのこの前のナッカさんの T シャツよりピチピチですね。ピチピチやな。またトルトルさん怒られる。あーすいません。いやでもね、ちょっと見てください。こっちなんかね、もうミラーに全然合ってませんからね。ミラーここですからね、これ。これどういうことこれ。不良品やんけ。いや、これナッカさんの買い間違いとか、それか向こうの梱包間違いとか。え、マジで出荷間違いとか。そんなことありえんてぃやろ、うん、ちょっと待って、携帯見てみるわ。はい、明らかおかしいですよ、これは。サイズ感がなんとこれ。ちょっとこれヤフーのショップで買ってん。はい、ちょっとこれ、うわぁ、まあええわ。いや絶対これベルハイを買ってるから。でもね、ぶっちゃけすんたらずですよこれ。ほんまや。はい、これが、はい、これがな、やっぱりドキュンやから。ああ、なるほど。なということで、はい、もうこれもしベルファイア用やったとしても、はい、使えへんわ。使わない、はい、使わないです、うん、結局これ何用やねん。何用なんすこれ。もうガレージあげようか。でもいらないです。なんで。僕だって車庫の中入れますもん。あ、シャッター付きの中入ってるんだから。そこベルファイアとか僕止まってるからかけとったろか。何やそれ。ということでね、今回、はい、ちょっとね、ドキュン代表してね、即ポチしたんですけどね、全く使い物にならない、ボディカバーを購入してしまいました。中さん、これあれやったらいいじゃないですか。このカバーをかけさせてくれる、はい、一回試してかけさせてくれるボクシーとかノアの方、ノアとかの。そうだ、駐車場からボクシーあるけどな。あ、そっか。なあ、あれかけさせてくれる。あれに、はい。まあええか、もうええわ、これ捨てるわ。もういらんわこれ。なこれ、やばいですね。え、やばいですね。ということで、どう、なんかこれベルファイアの新型の。いや、やっぱりこれ、あーあー、もう真っ白、真っ白になってもうたよこれ。あ、ということでね、あのね、まあこの、まあ、ボクシベルファイア用とかではなくて、はい、買う方ね、ちょっとこれ裏肝がほら白くなんねん、はい、だから一回洗ったらええかもしれんねん。あー、ちょっとね。ただこんなもん洗われへんで。あら、うん、こっちの素材がこれですからね。こんなコインランドリーじゃなかったら怒られんで、おばはんに。おばはんに、おばはんさん怒られるで。ほんでな、これな、はい、もう剥がすやん、まあはい、剥がしたらな、結局こうやってほら地面に落ちるやろ。落ちますね、こうやって落ちるやん。はい、そうやからもうな、こういうのはかなりのテクニックが必要になってきますよね。テクニックないやろこれ。まあ勢いやろこれ、うん、もうでも平棒で乗ってる方とかやったらもうパパッとやるかもしれないです。あの人は屋根に乗るやん。あ、そっか。屋根乗られへん。なベルファイアの上に乗って。はい。ということで、ほんぱなんか、あ、こっち、この、こっちいらん。車の方です。はい。もうちょい前に行く。あ、もうちょい、車斜めで。こんな感じで。こんな感じがいい。はい。した。はい。ということでね、この、まあ、ドキュンが、ね、愛してやまないベルファイアをね、購入してから、すぐ購入したアイテムがこのボディカバーやったんですけど、ね、初めてつけた結果、これね、ベルファイア用じゃなかったです。これドキュンあるある。ドキュンあるあるということでね、皆さん購入するときはちゃんと確認してください。ちゃんと確認して、重要ですよね。ほんでちゃんと確認して、一回つけて合うかどうか確認してから、合わない方返品交換してもらわなきゃからね。そうですよね。ということでね、ちょっとね、僕ドキュンを代表してね、今回、これね、早々に買ったボディカバーをつけてみた結果、全然ベルファイアに合いませんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ドキュン代表でしたね。ありがとうございました。なんやねんこれ。おい、なに、まさかの結果でしたね。言うてもこれ 5,6 千ぐらいしたで、俺の記憶。いや、まあしますよこれ。なにこれ、しますよこれ。あれ、なんか多分ボクシー用やな。ボクシー用やと思いますね。ボクシー、ワンサイズ。ボクシー乗ってる人、もしこれ欲しい人おったら着払いで送ります。着払いで、着払いで送るんでね。またメルカリしますか。メルカリ出す。メルカリ300円出すか。あの、この辺中さんサインしたら。サインもええやろ。これ
アメリカで300円出費しようか。300円出費しよう。送料は向こう持ちで。そう、送料向こう持ちで。向こう持ちで。な、うん。ほんだらこれ、めっちゃ喜んでもらえるんじゃん、ね。多分、ボクシー用で。多分。ほんで、こうた人も、ボクシー合わへんやんけって動画作ってほしいな。合いませんやん言うて。しかも、この畳み方よ。どう？いや、結構押し込みながら。これ多分、丹石さんが見たら怒りますね、これね。そう、なってない言うて。いやいや、丹石さんも綺麗に畳まれへん。よし。ということでね、今回ね、無駄な買い物してしまいました。あ、こっち、こっちいら。こっちね。はい。ということで、今回ね、無駄な買い物をしてしまったドキュンのお話でした。はい。いや、あかんわ。ドキュン代表として、合わなかったですね。まずね、こう失敗談をね、発信することによってみんな、あ、はい、そうなんやってなるやん。なりますね。別に業者を、こう怒らすとかそんなんじゃで。業者に対しての、はい、そんなんじゃないで。はい、ただ、まあ、買ったやつけど、使えへんねんけど、言ってつけたら、はい、ベルファイアをやったみたいな感じ。はい、で、この、毛だらけになることに関してはね、それで商品改良がされて、いいものが生まれてきたら、ウィンウィンですもんね。あー、中華製やろ。ですかね。あ、多分そうですね。多分中国でしょ、ね、値段的にもね。いや、まあまあこれでまあほら、はい、ベルファイア用でごっそり被ったとて、はい、多分もう二度と使わないですね。真っ白になりましたね。ということでね、ボディ真っ白になったんでね、ガレージ車場に洗車台もらって、はい、洗車機通したいと思います。洗車します洗車しますしま します。はい、ということで今日は、はい、本舗なんかボディカバー、ボディカバーちゃんと入りましたね。中にさっきより綺麗入った。綺麗入りましたね。ということでね、ドキュン代表が買った、はい、ベルファイアアイテムね、はい、これはね、おすすめしません。せーのかい。これおすすめしません。なんでもう真っ白やんこれ。なんだこれ、頼むね。はい、ということでね、はい、以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ポチッと。